はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は巡礼の歯について質問等が来ていたんで、まあそれについての注意点とかいろいろお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、巡礼の祝祭の方で新しく巡礼の歯というものが追加されました。でまあこれに関してなんですが、配布サーバントやサーバントコインなどが交換できる新アイテムとなっております。でまあ今回に関しては、ライダーの金時、キャスターの視点ちゃん、クワトルのサンバがいるということで、まあこれ以降も追加されていくんですが、まあ使うタイミングが結構重要になってくるアイテムとなっております。で、交換のレートですね、ここ先にお話ししておきましょう。まず金時ライダー、まあ、全て同じなんですが、宝具レベル5にするまで巡礼の歯に関しては1000枚必要となっています。はい、宝具レベル5で1000枚必要です。でそこから再臨しようと思ったら追加で200枚必要となります。でそこからアペンドコインを開けようと思ったらさらに2400枚必要となるということで、宝具レベルで1000枚、再臨で200枚、アペンドコインで2400枚必要ってことを覚えてもらえればいいかなと思います。でまあこれ累計するとアペンドスキルを除いたら1200枚必要で、アペンドコイン入れたら3600枚の、巡礼の歯が必要となってきます。それを踏まえた上で巡礼の歯、まずどこまで使うべきなのかというお話です。これに関してなんですが、アペンドコイン分は今は交換しなくていいです。はい、再臨素材と宝具強化、これをメインで見てもらえればいいかなと思います。で理由としてめちゃくちゃ単純なんですが、アペンドコインの分を開けると2400枚必要となる、これがシンプルに辛いです。はい、巡礼の歯今現在だった場合どれぐらいあるのかっていうお話なんだけど、自分の手持ちで持っているのが、4560枚ですね。はい、4560枚ってことを考えた時に3600枚使ってしまうとどうなるか、もう全てのサーバント交換することができなくなるって感じなんだよね。そのことを考えると、正直サーバントコインに関して今交換するべきかって言われると、今はそこまで優先度が高くない状態になっているんで、俺個人としてはここら辺の金時ライダー交換する場合は金時ライダーと宝具強化用、そして再臨素材のアイテムを交換しておくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。そしてまあアペンドスキルに関してのお話になるんですが、アペンドスキルに関しては正直まあ開ける場合ですね、開ける場合は第2と第3を基本メインで開けていけばいいかなと思います。で今回に関して金時が NP20% のバーサーカーの適性、そして主天ちゃんが、バーサーカーの適性の 20% で、コアトルさんが対ルーラーでNP20% 持っているということで、そういった意味では開け毒っちゃ開け毒なアペンドスキルとなってます。ただまあ今回 NP チャージを持っているっていうのが金時だけなんですよ。金時が NP50% チャージ持っているってなった際に、まあ、正直 20% 開ける必要あるかって言われると、まあ別に開けんくてもいいなってなるし、視点ちゃんそしてサンバですねに関しても無理に開ける必要あるかって言われると、別に開けなくてもいいなっていう気持ちになるので、まあそのことを考えたらアペンドスキルに関してはやっぱりスルーしてもいいかなって感じです。ただまあ強いて開ける場合は NP20% とバーサーカーの適性ですね、これを開けておけば OK という形になってるんで、アペンドスキルに関してはサーバントコイン120必要ということで、まあ一応今回1個で10枚交換できます。なので120枚用の600枚交換するっていうのはまあありなのかなって感じです。まあただそうなった際に、1200の600で1800枚必要、それが3人続くと5400枚足りないよねってなるんで、そこだけ注意してください。そして次なんですが、巡礼の歯に関して必ずデイリーをやってください。はい、デイリーをやりましょう。今回ね、新しく全てのデイリーミッションをクリアしたタイミングで巡礼の歯が30枚獲得できます。これねめちゃくちゃでかいです。やるべき、こととなっているんで、まあ余裕がある方に関してはログインしてとりあえず3回毎日ミッションに関してはクリアしといた方がいいかなと思います。
で、これに関してなんですが、もうシンプルに掛け算した時に分かりやすいって感じです。あの1日、まあ3周して30枚入手することが可能になるかなと思うんですが、これ365×30ってことを仮定したら、合計1950の巡礼の歯が入手することが可能となってます。で、1950あった場合、2人のサーバントですね、アペンド込みで解放することができるんですよ。これめちゃくちゃ大きい。で、今現時点で入手できる巡礼の歯に関してなんですが、まあさっき見てもらったらと思うんですが、4500枚ぐらいです。で、今後いろんなサーバントが復刻されると思います。はい、まあ黒とかエリセとか、まあ何でもいいですね、サンタオルダとかも復刻される可能性があります。で、そうなった際に、まあ自分の好きなサーバントだからアペンドも開けたいなって思って交換していくと、すごいスピードで巡礼の歯って減っていくんですよ。そうなったら正直今のタイミングからこの30枚ですね、チリツモでもいいんでゆっくり貯めていくっていうのが重要となってくるんで、そのことを考えるとこのデイリーミッションに関してはやっといて損はないかなと思います。で、まあこのデイリーミッションクリアすると素材もついでに4個入手できます。で、ログイン込みで4個入手できますってなると、まあ 30×4 で120個の素材が貯まるんですよ。大輪等の素材も集めなくて済むし、アペンドスキルに関してもこのスキル素材交換でどうにかなるっていう、まあいいこと尽くしとなっているんで、まあ基本はこのデイリーミッションもちゃんとやっていくっていうのが重要になるかなと思います。で、まあ AP5 とかの冬季大橋ですね、はい、メインレコード1の冬季があると思うんですが、こことかで適当に3回チャチャチャーっとクリアしたら、消費 AP だけで言うと4なんですよ。4で終わります。だから12かなでなくなる。で、12使ったら、まああとはよっしゃリンゴ通貨をリンゴ通黒っていうので、別にリンゴ作っても構いませんっていう感じなんですが、まあとりあえずデイリーミッションに関しては現環境クリアしておくべき必須項目になりかけているので、そこに関してはちゃんとやっておくっていうのがいいかなと思います。まあそれ以降はリンゴ農家しても全然構いません。別に OK って感じですね。以上が、巡礼の歯についてのまあ詳細となっております。で、まあ今後ね、多分ここのミッションですね、2部何章クリアせよとか 1.5 部クリアせよってなった際に巡礼の歯が配布される可能性っていうのが十分にあります。まあそのことを考えると結構余裕はあるっていうのは事実なんですが、まあ今のうちに集めれるやついっぱい集めておく、ログインして巡礼の歯もらえるんだったらログインしておく、追加ミッションクリアしてもらえるんだったらちゃんともらっておくっていうのが重要になってくるんで、まあここら辺に関してはちゃんとやっとけばいいかなと思います。はい、では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価をしてもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.